2004年夏、今年も暑い夏がやってきました。私たちの暑い暑い夏が暑い。皆さんこんにちは、セーラームーン月のうさぎ役の黒木まりなです。これから30分、セーラームーンミュージカルの最新作新かぐや姉妹伝説の魅力を徹底的にご紹介。ちょっと待った、誰か忘れちゃいないかい。今回はタキシード仮面つばももること私白田優も参戦なのだ。ズームイン、稽古風景はもちろん、インタビューやゲームなど盛りだくさん。ふみ、あや、やったおれ、しんのすけあんまり調子に乗りすぎて NG 出すなよ。和歌山のみです。この日初めてスタッフキャストが勢ぞろいして本読みが行われました。暑い夏が始まりました。皆さんで乗り切っていきましょう。よろしくお願いします。タキシード仮面千葉守役をやりましたというです。よろしくお願いします。はい、本読みが始まりました。はい、どうでしたか、ゆうくんは。いやー、もう初めて本を開いた時のこう守るって書いてある部分のね、うわこの漢字なんて読むんだろうっていうのがこう正直多々、いっぱいいろんな人に聞いちゃいましたもん、ね、私難しくてね、隣の遠藤アドさんたちにこうすいませんこれなんて読むんですか、急いで自分の出番までに ねとにかくとっても緊張しましたね。緊張緊張でした。寂しいですね。すごい楽しい舞台にまたなると思いますんで、私も、もうね、明るいウサギちゃんとかっこいいセラムを演じ切ります。今年はそうですね、稽古日数も結構ギリギリなんで、ちょっとまだ自分的に掴めてないところとかが把握しないところが結構あるんですけど、きっと本番までには良くなってると思うんで楽しみにしててください。お疲れ様です。今年の夏で3年目になります。私自身はもう毎回毎回頑張ってるんですけれども、もう一回一回の舞台に集中して、頑張ってるんですけれども、どうでしょうか。聞いてもしょうがないですよね。自分的には頑張ってる成果は出てるかなと思います。お疲れ様です。セーラームーン月のうさぎ役の黒木まりなです。このセーラームーンが月に変わって圧勝よ。セーラームーンってすごい歌と踊りが激しいんで、初めてだったんですよ、歌いながらこう踊るっていうのは。だからすごい一生懸命こうやってるのにしか頭がなくって、何言ってるの。いっぱいいっぱいでした。今はやっぱ初めて違って、最初はいっぱいいっぱいだったんですけど、今はなんか他のことまで考えられるようになって、あと踊りとか覚えるのが早くなったりとか、あとセリフとかもそうなんですけど、とにかくゆとりができました。はい、今回全体的に進化がある気がして、でうさぎちゃんはとにかくみんなを、今回いつもそうなんですけど、すごい励ましてるっていうか、こう、みんなを明るくさせてるっていうのがすごい印象的です。徹底的に遊びまくるぞ、イエーイ。白田優役のタキシード仮面千葉守です。あ、間違えた。タキシードラスモーキングやっぱりこうみんなと一緒になっちゃうんですけど、演技が難しいところでして、その感情だったり相手の言葉を取ってどういう風に言うのかっていうことだったり、演技は結構難しいですね。勉強してどうこうっていう問題じゃないので、演技に関してはみんな多分苦戦してると思います。どこだっけ、あれ浜松にですね、こうバーって滝みたいなところがあって、
そこに紐が一本ぶら下がってて、登れっていう感じで紐が一本ぶら下がってたんで、もうパンツ一緒になって与田さんとかとこうみんなで登って、まあ、次の日公演だったのに風邪ひいたらどうすんだって話なんですけど、そこはまあ勘弁していただいていてそう、そういう楽しい思い出がございました。今回の話的にはちびうさのお父さんみたいな、ちょっとお父さん的な存在な部分が出てくると思うので、いつもと違うなと思っていただければ光栄です。この日の稽古は第2幕のアスト3から始まりました。女海賊ルーフメロウが部下たちの愚痴をこぼすという場面、ルーフメロウを演じているのは相沢真紀さん。溶かされたと思ったら銀髄賞、銀髄賞、もう嫌。ちびうさでルーフメロウです。これは何をしてるんでしたっけ。ダークバーズマンのモノマネをしている私、白田優です。で、こちらが本物のダークプラズマンを演じている広田雄一さんです。やっぱり本物は貫禄が違うね。貫禄が、はいはい、わかりましたよ。恥を知れ。この場面は物語のクライマックスなのであまり説明できません。続きはぜひ劇場でご覧あれ。勝ち誇る辛いけど自分がこう鍛えられるような感じがします。はい、厳しいですね。でもやっぱりああごもっともって思うものがいっぱいあって、自分的にこうどんどん吸収するものが多いです。ええでしょ笑われちゃった。最初はすっごい厳しいと思ったんですけど、だんだん慣れてくると他の人からもアドバイスもらったりしてすごい楽しいです。びっくりした。びっくりした。すごい人だったよね。すごい人取られちゃいました。セーラーマーキュリー水波役の和歌山まなみです。走るの苦手で恋愛音痴、おまけにおふざけ大嫌い。ああ、やっぱり一番初めの初日の舞台は前と変わらず緊張しますね。でもその後からはやっぱりこう前はこう何て言うの、外見だけしか見れなかった部分もあるんですけど、今になってアミちゃんだとかマーキュリーの心境とか、こういう状況ではアミちゃんはこういう風にこう人と接するとか、そういうのはやっぱずっとやってきて、こう台本を見た時にあここはきっとこういう風なんだろうなっていうのがすごく分かるようになりました。アニメの中でも可愛いっていうのがあると思うんですよ。なんでこうどうしても声をこう普通のこの声で喋ればいいものを可愛く可愛くって思うのがあって、変えちゃうんですよ。アミちゃんだとかマーキュリーになった時の声を変えちゃうんで、お前は普通の声でいいんだよとは言われますね。セーラーマーズ日の霊役の本間理沙です。霊感さえ働かない、心に何も浮かばない。前回は結構初めてで結構緊張してて、結構真面目って言ってもどうなのかな、真面目な霊ちゃんって感じがしてたんですけど、今回はもうなんか、元気な霊ちゃん頑張ろうかなと思ってます。はい、あーそうですね、似てるところは怒りっぽい自分的に変なこだわりがあっていろんなところで、なんかそれを守らないとちょっと怒ったりとか、だからそういうので怒りっぽいのかなって。そうですね、盾とかも結構頑張ってて、結構筋トレとかもしてるんでそういうところもちょっと見てもらえたらと思ってます。
新版暴露根性状炎夜はがてに。この日は第1幕のアクト1オープニングを稽古中。本間梨紗ちゃんの台本には書き込みがびっしり。ファイルを呆然と読む。はい、ごめんなさい。しずしずと下がる。すいませんね、あの何これしずしず。そして内部対応系の4人は休憩中も自主練習。君がセーラーなの？本社。そうそう、この夏公演から外部対応系戦士が一新するんです。セーラーウラヌスには冬公演でセーラースターメーカーを公演した中山明子ちゃん。歴代最年少のセーラーネプチューンには大山孝代ちゃん。新しいセーラープルトには中江由紀子さん。そして今回一人二役に挑戦する船越英理子ちゃんがセーラーサタンを演じます。稽古が白熱するとお腹が減るんですよ。ほんと早くベッドで寝たいよ。寝たいよ。早くお菓子食べてベッドで寝たいよ。セーラーサターン友二人役をやります。船越英理子11歳です。すごいしてます。とかでも言葉とかでもなんか忘れちゃったらみんなに迷惑だからやってます。セーラージュピター木野誠役の渡辺舞です。よろしくお願いします。嵐を起こせ、イカズチを降らせよ。3年前の夏はですね、本当に周りが見えないぐらい自分に声援もいっぱいいっぱいで、周りについていけなくて本当大変でした。今はですね、自分も楽しみながらやることができてます。はい、神戸ですね。なぜかというとですね、金魚鉢の飲み物があって、パフェとかもこんなでっかいんですよ。ほんとでかくって、しかも美味しいし、しかも安いんですよ。それをこのでかいのを3人ぐらいで、もうすごい勢いよく暑い夏に、はい、今年の夏も行く予定です。内容は言えないんですけど、まあ究極のピンチに立たされるわけですよ、セーラー戦士。そこをどう乗り切っていくかっていうのが見どころになっています。セーラーヴィーナス愛の実那子役のエリカです。ただ普通の人になっただけじゃない。みんな普通で頑張って。びっくりしました。なんか踊りも歌もちゃんとそんなに習ったことないんですよ。なんか学校の部活とか、あと中学校入ってからダンス習い始めて、でこんな自分でいいのかなって思いながら、でも決まるといいなって思いながら、嬉しかったです。とにかくなんか迫ってきてるじゃないですか本番。緊張してきましたね。ちゃんとできるかなっていう不安もあって、はい、今回初めての舞台なんで、あの先輩たちもいて、でヴィーナスって内部のリーダーじゃないですか。それで初めての舞台なのにリーダーシップがちょっと微妙だなと思います。ここで落ち込んでちゃセーラー戦士を流したりよ。
何が出るかは運次第。セーラーおみくじトーク。怖いこれ。ジュピター、え、平原、海、あや、あや、あやかさんです。そうですよね、そうですよね、そうですよね。着メロ、今一番気に入っててやってるのは YMO の古いんですけど、 YMO のあのトンプって分かります？そうです、トンプが今着信になってて、メル着の方はカエルの鳴き声になってます。キャロキャロキャロって。はい、なんとかのビーナスですか？カタカナ？一番ね、はい、ファイナルアンサーモノマネ。瞳を閉じて君を描くよ。似てない、全然似てない。今日ダメですわ。でもこれで勘弁してください。じゃあモノマネ、モノマネ、クレヨンしんちゃんのモノマネをしたいと思います。いきます。おい、しんのすけ。決めゼリフ、好きに変わっておしゃきょです。これは恥ずかしいです。この日の稽古はダンスレッスン、まずはリンクから。振り付けを担当しているのは遠藤アロさん。お、ムーンがチビムーンに直接指導中。これは貴重映像です。萌ちゃんはとっても頑張り屋さんです。そしてセーラームーンミュージカルといえばやっぱりこの曲、ラ・ソルジャここでマリナムーンの4年間を振り返ってみましょう。題してヒストリーオブマリナムーン。イエーイ、イエ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 イ。うわー、懐かしいし恥ずかしいよ。これ好きなウサギ役の倉木マリナです。ちょっとマリナが言えてないみたいな。嬉しいですね。3年前いくつだったんですか？中学1年生になったばっかりの時でした。まだ12歳。12歳の時でした。うわー、若いですね。今日も稽古です。懐かしい。この冬から僕は参加してるのでね。そうですね。でもこんな感じでしたね、確かに入った頃は。もっとなんかこう可愛げのある少女でね。今可愛くないってわけじゃないんですよ。今大人っぽくなったっていうね。うわー、若い。映画とかもいろいろできる人になりたいですね。懐かしい、すっごい。
ここはもう去年ですね、はい、バッチリ僕もいましたんでね、髪の毛が短い覚えてますよ、バッサリ切ってね稽古に臨んでました。頑張ろうとかそういうなんか元気をもらえる舞台、やっぱりマイナは顔が変わりましたね、1年で随分、本当になんか締まったっていうかね、素晴らしく綺麗になりました。2回手渡さない。セーラームーンのミュージカルをやってからすごい自分は変わったってなんか本当自分で思うんですよ。それは私が初めて入った時は全然こういうおしゃべりもできなくて、ここまで出てくんですけどどうやって言葉に出していいか分からなくて全然喋れなかったんですけど、今はこういう風に喋るようになったし、あと強くなったし、はい、強くなったし、あと滑舌も良くなったしいっぱいいろんなことを学びました。はい、セーラー戦士たちの本音が爆発、セーラー丸抜きゲーム。学校で学校の行事のステージで制服、チャイナドレスコスプレなんかすごいいろいろあったんですけど、舞台上でそれをやりました。苦手。なんだかんだ言って白田優君が苦手な人ドン。え、なんでこれ。ちょっとおかしすぎてついていけない部分があって嘘だよ。全面的に。君はちょっと後輩だけど大丈夫。いやなんかテンション高いな。あとついていけまないわ。うん、そうそう。眠くてきっと頭、とにかく頭回転しないんですよ。その割にダイエットはしてるっていうことです。不倫。何言ってんの。あ、フライングをやってみたい。やりたいやりたい。普通になんか飛んでみたくないですかね。普通に。うん、やられたとか言って来てくれた時とか結構ホッとするよね。来たって思う。あ、僕はセーラー戦士じゃないので、あんまなったことないんでちょっとわかんないんですよね。そんなヘリクスいらないと思う。諦めなくなったんですね、私やり通すぞっていうのがあって、はい、人間的に成長したなと思います。努力するようになったし、あと、なんだろう、強くなった。いろんなことが学べることが一番すごいなと思います。自分の意識がこう高まっていくのがやっぱりいいなと思います。あとはこうみんなで一緒にいられるのがすごいいいなと思います。でこんなにこう大好きな人たちに出会えたのは初めてだったので、すごいこれをきっかけにこう出会えてよかったなっていうのがあります。チームワークはや内部のリーダーズが変わり、あと外部選手も4人そういう世界になったんで、最初はすごいなんか心配だったんですけど、でもこうやればできるじゃないけど、みんなで協力してやっぱりできるんだなと思ってバッチリです。7月20日今年もここ埼玉県戸田市文化会館から夏公演の幕が上がりました。さてここで会場に来てくれたみんなに好きなセーラー戦士をリサーチしてみました。セーラーサタン、セーラームーン、ビスター、セーラービーナス、セーラームーンとチビシャちゃん、ビーナス、ビーナス、マーキュリー、セーラーマーザー、マーキュリー、セーラームーン、ボビラ、セーラーウラヌス、ビーナ、セーラーシャン、セイちゃん、セーラーマーザー、フルートとウラヌスです。
しかしそれは銀髄賞を狙う女海賊ルーフメロの罠だったのです。さらに水星コアトルに潜むダークプラスマンも銀髄賞を狙っていたのです。ムーンプリンセスハレーション。あなたの勝手にはさせない。果たして私たちセーラー戦士の運命は。今太陽系に最大のピンチが訪れる。もう夏休みこれを楽しみに初日、ね、セーラームーンミュージカル面白かった。セーラームーン面白かった。本日は本会場ありがとうございました。残りの公演も全力で頑張ります。応援よろしく。会場ではセーラームーングッズが大人気。劇場にお越しの際には一度覗いてみてください。ここで素敵なプレゼントのお知らせです。私黒木まりなと白田優くんのサイン入りポスターを5名様に。同じく僕とまりなのサイン入りパンフレットを5名様に差し上げます。はがきにご希望の商品番号を明記の上ご覧の宛先までどしどしご応募ください。今年の夏公演はとってもとっても楽しい舞台になっていますので、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。セーラームーンミュージカルを見に来たら夏バテしないと思うので、皆さんぜひ見に来てください。今年の夏はとっても暑いですが、私たちも夏に負けないように頑張って、皆さんに夢を届けられるよう頑張りますので、皆さんぜひ見に来てください。今年の夏公演もとっても楽しい感動作にもなっております、セーラー戦士の団結力も見どころになっています。よろしくお願いします。頑張ります。今回は涙あり笑いありの感動な作品なので、ぜひぜひ見に来てください。いつも通り愛がたっぷり入ったセーラームーンミュージカル、皆さんぜひ一度足を運んでみてください。東映チャンネルをご覧の皆さん、今年の夏公演も絶対面白いので、ぜひ見に来てください。よろしく。